もともと喋る方じゃないんですよ。話す自信が絵を描くことで絵とかアートとかそういうのじゃなくて登るっていうジャンルだと思います。絵描くアーティストとか全然興味なかったから、西洋の歴史的なゴッホだとか、まあ、全然知らなかったですね。何も絵描いたことない人でも俺絵描けばいいと思うんですよ。みんな別に正解ないわけだから絵って、ね、みんな描けばいいね。全然考えたことなかったです。芸術は何であるのか。もう絵の具自体は厚めにベチョンってやっちゃうんで、OK です。まだ下地なんですけどね。地味に大変なんですよ。ライブで1時間でこのサイズでっていうのはなかなかないかもしれないですね。一発勝負。だからどうなるかわかんないです。想像できない。ハイハットを離れてる。うん。登るです。職業。なんだろう。いろんなことやってるんですけど、絵を描いてて、デザインしたり、大きい壁画描いたりもするし、ライブペインティングもするし、まあ絵に関わること全般、アーティストでやってます。今からムロさんのスタジオに行ってきます。久しぶりなんで。ちょっと今進めてるプロジェクトのついでに久々会いたいなって。なんかこれいいっす。いい音と絵と音もかけて絵本とかけてまた、ほう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 、でまあ本を持ち、ジャケットもこういう感じでしようかな、まあ、どれかまあ最近の新作ばっかなんですけど、